JR 法隆寺駅の南北自由通路に法隆寺金堂の再現壁画が今日お目見えしました。今回お披露目された法隆寺金堂の再現壁画は阿弥陀浄土図や文殊菩薩像をはじめ全部で5種類です。 JR 法隆寺駅で下車した人に法隆寺に来たという雰囲気を味わってもらおうと斑鳩町観光協会が企画したものです。今年は法隆寺を創建した聖徳太子が亡くなって1400年にあたり、訪れた観光客に聖徳太子の面影に出会ってほしいとしています。法隆寺駅へ降りられた方がまず見られるのがこの法隆寺の壁画ということになります。聖徳太子の思いというものを何か感じていただければというふうに思っております。この再現壁画は2026年3月まで設置される予定です。